今季で現役引退し、来季はアカデミーコーチに就任する巨人藤村大輔氏、28が結婚したことが18日、分かった。今月に入って都内在住の一般女性と婚姻届を提出し、都内で新婚生活をスタートさせている。熊本拓海からプロ入りし、10年間の現役に終止符を打ったタイミングでの決断。この人となら、今後の新たな人生を楽しく送っていけると思いました。とにかく明るく楽しい家庭を築いていきたいと思いますと、最愛の伴侶と共に歩んでいく。危機からは指導者の道へと進む天一軍デビューした11年に28盗塁をマークし、盗塁王を獲得。守備でも内外のでマルチに活躍したファンに惜しまれながらユニフォームを脱いだが、新たな目標がある。選手生活で学んだことを未来ある子供たちに一つでも多くのことを伝えられたらいいと思います。指導者としては1年目なので日々勉強していきたいと思いますと話した。